あと高津和也さんが全身がんになっても人生がもっと楽しいって、これは壮絶ながんとの戦いですね、はい、まあその非常になんていうかお金があるから、はい、あらゆる最先端のがん治療も試みてですね、はい、だってすごいんで僕が電話したらね、はい、いや今日ゴルフやってきましたと、はい、今日4日連続ゴルフでさせてそれで、はい、あのゴルフ仲間の3人が死んじゃったんで、はい、今1人でやってるんですよね、うん、それで麻雀仲間も2人死んじゃったから、はい、麻雀もできないんですよ、はい、元気なんだよね、はい、あのまだ大変な思い してるでしょうけどね、はい、これはね結構あの感動したっていうね、はい、あの読者の声多かったですよ、はい、だから今75ぐらいでしょ、うん、あとね、これもぜひ読んでほしいんですけどね、これ梅崎さんっていうね、梅崎義人さんっていうね、水産ジャーナリスト、クジラのことなんか、捕鯨のことなんかに非常に詳しい人なんだけど、この人がまあ書いてるんですけど、今南極のオキアミがね、はい、食料資源として非常に重要になってるんですよ。はい、推定、資源量4億から5億トン以上、はい、地球に残された最大最後の漁業資源なんだよ。うん、これを狙って中国、ロシア、ノルウェーなどが着々と操業体制を整えつつあるんだけど、うん、日本が遅れを取ってると、うん、これはですね、はい、もうタンパク資源として非常にこれから重要になるからね、うん、オキアミってこの、はい、ここにも写真出てますけど、エビみたいなもんなんです、ちっちゃいやつよね、あの、うん、まあ釣りの時の餌になるやつですよ。そうそうそう、はい、だからこれを、はい、やっぱりその日本はもっとこれに注目してですね、はい、やっとかなきゃダメだっていうことを警告書いてるんですけどね、それは本当そうなんです。水産業にとって非常に大事なね、はい、資源なんですよね、これ、うん、だからクジラを減らさないと、うん、クジラがこれ食いまくってますからね、食いまくってますからね、クジラを減らさないといけないですよね、うん、中国がなんかもうむちゃくちゃなあの漁業資源乱獲やってますからね、うん、はい、中国なんかこれ目につけてガサーッと取っていくわけでしょ、これ、はい、あとあの 海にね、もともと中国で出てなかったのに、そうそう、まあ、どんどん出てき始めて、ね、海洋進出し始めて、ね、そうなんですよ、腹が立ちますよね、腹立つよ、我々はもともと海でそうそう、食料を取るというのもやってたわけですから、うんうん、そうなんですよ、韓国、中国が出てきたら本当に、うん、まあ、あの岸田さんが小泉政権以降の新自由主義政策の転換しなきゃいけないみたいなこと言ってるんですけど、うん、新自由主義政策自体がなんか日本では定義もいっぱいあるし、うん、でそうなれなかったんですよね、安倍さんがやろうとしてた部分はあったんですけど、うんうんうん、なかなかできなかったぐらいなのに、うん、まあ、岸田さんはそういうふうに簡単に言ってたんですけどね、うんうん、はい、でも僕はもう改革が遅れてるから世界に取り残されてるんですから、うん、はい、日本国内でのそのなんか格差とかいうよりも世界に遅れてることをまず問題にして、世界に追いついてからじゃないともう こういう問題は全然解決しないと思いますけどね、うんうんうん、